こんにちは、トノです。本日は、じゃーん。皆さん知ってくれてる人も多いと思いますけど、僕はこのサンバレーのランドセル。もうあの、ウェスタンエレクトリックのレプリカですね。755A っていう、もうね、超名機、ウェスタンの超名機のレプリカが入ってます。で、このエンクロージャーもレプリカ。やつですよ。こんなやつですよ。何年ぐらい前なんだろう、10年ちょっと前だと思うんですけど、これサンバレーでね、復刻版を出すって言って注文して届いたみたいな、その発売前にね、確かそのぐらい気合い入れてね、買った記憶があります。そして今日はですね、これ銀箱じゃないですよ。これも出来たてほやほや、もうさっきできました。これはアルテックの618っていうエンクロージャー。これがね、前々から聞いてたんですよね。このウエスタンの 755A を入れるとめちゃめちゃいいなりっぷりだろっていうね、話を聞いてたんで、いつか作りたいなと思って気にはなっていたんですが、いよいよその時が来まいりました。2セット作りました。まあまたその詳細はまた紹介しますが、あのね、真っ黒の、黒でちょっと木目が見えてるね、バージョン、アルテックのあのバージョン好きなんですよ。でももちろん銀箱系も僕好きなので、ちょっと2つ作って贅沢に、例えば、この 755A を入れたり、アルテックの409も持ってるんで入れたり、20センチの平面バッフルはもうね、実験用に作ってあるんで、箱でね、20センチ実験ができるかなっていう。フィリップスとか、それこそザクセンベルケとかシーメンスとかね、フランスのフロントマグネットね、オーダックス、ね、テッツさんから譲り受けた、みたいなね。20センチまだ他にもあるんで、それをこれで鳴らすっていうことも楽しいなと。ただ、まずは、本当の本物、本物じゃないんだけど、まあ、レプリカなんだけど、かなり本物の音が出るんじゃないかって期待してます。なのでまずサンバレーの 755A をこれで今日取り付けて聞くんですが、その前に、まあ、このランドセル君もね、まあ結構頑張ったいい音出るので、この箱の大きさの割にはいい音出るんで、聞き比べしようかなと思ってます。なのでちょっとね、こいつの制作過程もちょっと見ていただきながら、最終的に聞き比べしていきます。いや楽しみ。またね、これとアルテックの409との聞き比べとかもしたいですよね。あのジャジャウマくん、なりっぷりがいい、ジャジャウマくんめちゃめちゃなりっぷりいいんで、あいつと 755A の聞き比べもしたいし、やばいな、またやりたいこといっぱいある。まだね、いろいろモノラル、どでかいモノラルがね、まだねまとまってないんで、すいません、あのそのうちまとめますんで。今日はまずこれいきます。ではまずね、作ってる過程をね、どうぞ。今回はね、ちゃんとしたスピーカーを作りたかったんで、大工さんにお願いしました。アルテックです。ウエスタンじゃなくてね、アルテック、こんなやつをね、こんなやつを作りますよ。
ようこ完成です。なので今日ちょっと雨ですけどね、やってきますよ。今日遅っ、ちょっと1時間ぐらいかな、ペーパーかけて。ちょっとこのね、お祭りで日焼けしちゃってね、お祭り大変でした。でペーパーかけて、こいつはシルバーだな、純粋のシルバーか、ちょっと味付けするかってやってきます。多分本物はラーチ合板、あの針葉樹のね、あの合板だと思うんですよね、写真見ると。ただこのシナ合板がね、音がいいんだってちょっと聞いたんで、シナ合板で作りました。もうセットドライクさんがきっちり作ってくれたんでね、仕上げましょう、完璧に。R が削りやすいんで。だいぶ嵐ですね。まあね、今日午前中やって乾いたんでね、ちょっとペーパーで削ってもう一回シルバーにします。よしよし、じゃあね、塗装終わりました。サランネット悩んだんですけど、まあ、サランネットなしにしちゃうか、まあ、本物みたいな、ね、色にするかって迷ったんだけど、前にあのアバンギャルズ最初のやつですね、あれやった時にソニーの、ヴィンテージスピーカーを箱にしたんですけど、ハードオフでこれね、確か1100円でしたね、ソニーのやつ。こんな感じですね。なるほどなるほど、諦めます。こんな感じ。その時取っといたね、このサランネット結構いいんすよ、結構かっこいいんで、これをね使います。ちょっともうオリジナルとそこは離れちゃうけどね、このモデルということで、さあこれつけていきます。じゃあこいつでいきましょう。さあ断熱も入れ込みましたよ。多分純正と同じだと思うんだけどな、まあ、ネットで写真見つけて真似しました、ね、楽しみ。そしたらね、まずランドセル君の音を取っときましょうね。アンプはね808でいきましょう、真空アンプ。ということでちょっとランドセルプラス755A サンバレーのカメラロールから、Thank you.
夜が深いのに。じゃあね、もう大変かと思いますが、7551を外していきます。マイナスマイナスだったな。こだわりきってますよ、マイナス。後ろが美しいっすよね。あ、このケーブルもウエスタンだよな、これな、ね。